で生まれた安倍晋三元総理。子供の頃の夢はプロ野球選手になること。父は外務大臣を務めた安倍晋太郎氏です。82年父の秘書官となり政治の道を歩むことになりました。ちょっともう見間違えそうですね。晋太郎氏に生き写しと言われ、父が総理総裁を目指す活動を支えていました。トップ当選できれば総理総裁の目はありません。そう、私はそれ総理になりたいと思いますよね。91年晋太郎氏が急死、安倍元総理は遺志を引き継ぐ格好で93年に初出馬、そして当選。政治とお金の問題にですね、これから根本的にメスを入れていくこと、そして腐敗を厳しく防止する法律をですね、一日も早く作ることが私は一番大切であると、そのように思っています。初当選から10年後の2003年、当時の小泉総理はサプライズ人事として安倍元総理を自民党幹事長に抜擢しました。若手が幹事長というのは想像しなかったでしょう。小泉内閣の下、2年後には官房長官として初入閣を果たします。内閣のスポークスマンというですね、憲兵が重要な役割ですから、しっかりと責任を果たしていきたいと。ポスト小泉の有力候補として存在感を増していった安倍元総理、2006年に自民党総裁選に挑みました。相手は麻生太郎氏と谷垣貞一氏。よって、ね、安倍晋三君が当選者と決定いたしました。そして戦後最年少の自民党総裁に就任しました。51歳、そして初挑戦という中で、身に余る得票をいただいた。目指す日本は美しい国、日本であるということを訴えてまいりました。その後、第90代内閣総理大臣として第一次安倍内閣が発足。しかし松岡農水大臣が事務所費問題などを受けて自殺。その後も不祥事が相次ぎ、2007年の参院選挙で民主党に大敗を喫することに。本日総理の職を辞するべきと決意をいたしました。1年足らずで退陣を余儀なくされた安倍元総理、後に退陣の理由について潰瘍性大腸炎が悪化したと明かしています。辞任から5年後の2012年、自民党総裁選に再び出馬、石破元防衛大臣らを破り総裁に返り咲きました。年末に行われた総選挙では与党民主党を破り、第二次安倍内閣を発足させました。長期政権の始まりです。世界経済回復のためにはサンゴで十分です。バイマイアベノミクス。第二次政権では大胆な金融緩和や財政出動などを特徴とする経済政策アベノミクスを推し進めていきました。安全保障の分野では論争を呼ぶアメリカとの集団的自衛権の行使を部分的に可能とした安保法制を成立させました。いわゆる安倍一強として長期政権を築いていく安倍元総理。私は妻が関係していたということになれば、これはもう、まさにこれはもう私は総理大臣も、それはもう間違いない、総理大臣も国会でも辞めるということははっきりと申し上げておきたい。在任中には森友学園や加計学園をめぐる問題で追及を受けました。こんな人たちに皆さん、私たちは負けるわけにはいかない。乾杯。
また桜を見る会では前夜祭の費用を安倍事務所が補填していましたが、安倍元総理は国会で否定、事実と異なる答弁をしていたことが問題となりました。私が知らない中で行われていたこととはいえ、道義的責任を痛感しております。外交面ではアメリカのトランプ大統領とゴルフを重ね親密さをアピール。But I grabbed him and hugged him because that's the way we feel. We have a very, very good bond. ロシアのプーチン大統領とは27回も首脳会談を重ねました。ブラジル、君と僕は同じ未来を見ている。ゴールまでブラジル2人の力で勝て抜けようではありませんか。第二次政権では在任期間2822日、7年8ヶ月を記録、憲政史上最長となりました。そして2020年8月、持病の潰瘍性大腸炎が再発したとして任期途中で退陣を表明。会見ではこんな心情を明かしました。拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みであります。ロシアとの平和条約、また憲法改正、志半ばで職を去ることは断腸の思いであります。退陣後は最大派閥安倍派の会長を務め、政府与党